ラファエルですね。新しく来た、親友級のラファエルをクリアしてみたいと思います。ウリエルですね。ウリエルと互換性のあるキャラクターですね。こちら水属性となっています。では早速やってみましょう。メンバーはこんな感じですね。一応この操作時間を8秒延長できるものにですね、こちらのレベル3の操作時間のやつをつけてます。で、こちらのもフレイヤですね。6囲いでフレイヤを使うと結構効率が良いです。では早速やってみましょう。いきます。どんな感じかな？敵が出るんですね。一回囲っちゃいましょうね、ここで。よし。ですね。大体これで倒しちゃうんですね。一回目でどのくらいいけるのか試してみましょうかね。ギリギリまで行きましょうね。一回ぐらいかな。ちょっと一回やってみましょうね。よいしょ。どうかな。ちょっと残りますね。半分以上はいけるみたいですね。よいしょ。あ、こんな感じにダメージも全然食らわないですね。これ2ターン目ぐらいで倒しちゃいますね。よいしょ。このぐらいでいけそうですね。囲っちゃいます。これで多分倒せると思いますね。てな感じで2ターン目でクリアできましたね。よし、こちら確定ドロップですね。てな感じでこんな感じでクリアできました。こちらのウリエルですね。先ほど言ったウリエルと同じような効果を持っているこちらは水属性になるみたいですね。こんな感じに水の500が出たということは、まあ他の属性の500も出るっていう感じなんでしょうね。